じゃあ帰ります。それ全員が80、82、83、85、90とかね。絶対無理なんだよ。でもう取れたら帰れます。なるほど。というわけでこの5人でまあカラオケやるんだけど、僕は聞いて順番は毎回ちょっとランダムに。そういうことね。この中で多分スンがかなりキーマンになってくると思う。僕だって前カラオケとか行ったことあるんですけど一回も勝ってないですよ。横に横に横にスンがノエルに勝てるまで帰れませんでも。いやまあまあまあそうなんですけど、シャルルめっちゃ上手くなって。いやそうだよ。もう4年ぐらい育成してるし、シャルルが薄いけど歌いかけて成長してる。初手の人が一番まあ低い点じゃないですか。まあまあそうです。はいはいはい。でも最低でも80。えきつい。そうだから、わざと当然わざと下手に歌うっていうのがあのこのゲームによって大事だと思うんだけど、だから65、70、75みたいなやれてまうからね。これもしかしてアカペラっすか。めっちゃもうね、山さんで終わる可能性、一発で終わる可能性があるからね。確かにね。この振り上げとかんと、この人は。全然、僕は行けるよ。僕も行きます。俺は行けるよ。まあ、というわけで、やっていきたいと思います。バイバイ。お戻りの
月見がよちゃう。それだけもむずいっす。あ、むずいんや。夢ならどれほどよかったでしょう。いまだにあなたのことを夢に見る。三十年残り離れた現場もあるってね。苦いねえ。知らんでよ、ほんとに。それじゃあ聞いてください。
知らんねん。いや、まずちょっと82.49 で、うわー！いやー！神プレイ！
曲完璧やな。完璧、これはいけるんじゃない。これいける。今はちょっと声が出なかった。今の脳汁出たわ。ちょいぐらいですね。まだ12時前にクリアしたから OK。 ギリギリ12時前でしたね、はい。